はい、いかがだったでしょうか。多分ね、このページだけで解決できるとは思うんですけども、これでね、解決できなかったら、ちょっともうちょっとじっくりとデファイについて歩みをね、進めていくペースをしっかりとした方がいいかなと思います。私もね、割とざっくりとした今回講義になってますけども、これはね、なんて言いますか、細かくやったりとかね、Q&A を受けてると全然進まなくなっちゃうんですよね。まあ、ですので、ある程度は自力で解決するっていうことを前提に、このデファイのコーナーをお送りしております。ですので、本当に初心者の方はもうやんない方がいいと思います、これは。それこそね、ビットコイン買ってほっとけばいいと思いますし、イーサリアム買ってほっとけばいいと思うんですよ。で、そのね、お金を貸し借りして、その貸し借りってテクニックなんですよね、技術なんですよね。で、どこにどう貸すか、いくら貸すか、どう分散するか、そのお金をどこから持ってくるか、これ全てね、本当にスキルなんですよ。ですので、思い出したように急にできるものではないと思いますし、まあ、もちろんチャンスはあるんですけども、まあ、なんと言いますかね、結構面倒くさいと思います。結構ね、理解しながら進めるの面倒くさいと思うんですよ。まあ、ですので、私もデファイっていうのは、もうだいぶ半年ぐらい前から意識していたんですけども、これをね、速稼塾でお伝えしていいのかな、どうかなと思いました。というのがね、暗号通貨よくわかんない人まで入ってきちゃうんですよ、儲かるからっていうことで。でも儲かるんですけども、難しいですよ。難しいことがちゃんと自分でも解決できるか、で、本当に難しいところだけご質問いただいたら一緒に考えていけるんですよね。まあでもね、まあメッセージいただけてね、もう一回やってみようかなって気持ちになっていただいたのは本当に私良かったと思います。まあ、これからもね、お気づきの点をメッセージいただければと思いますので、まあ、よろしくお願いします。まあ、自力でやらないといけないところもあるんですけども、とはいってもね、私もね、返信しないわけでは全くないですから、お送りいただければと思います。ただ、たくさんね、いろんなね、細かいところまでいろんな人が聞いちゃうと、もうこれ止まっちゃうんで、完全に。今回はね、返信させていただきましたけども、もしかしたらね、返信できないものもあるかもしれません。その時はご容赦ください。またね、返信だけは必ずしますけども、これは自分で調べてくださいよっていうやつもあるかもしれないです。そっけないと思わないでくださいね。それはね、たくさん似たような質問が来ると、そういう返信にもなっちゃうと思いますんで、ディファイについては、そうですね、まあ、これからもじっくりとゆっくりとやっていきますので、ちょっとずつ進めていきましょう。ちょっとずつね。それから Q&A のコーナーもちょっとどっかで作ろうかと思いますので、それでね、ちょっとずつ、まあ、進めていければなと思います。はい、なんか、まとまりのない返信になっちゃいましたけども、なんかメッセージね、久々にいただけてありがたかったなというところが大きな気持ちでございます。じゃあ、失礼します。